だっけ。でもどうせ部長に提出する個人の練習メニューを代筆してくれとかそんなところよ。言ったでしょ、強かないけど真面目なクラブだって。にしてもあいつね、少し優しい顔すると甘いやがって。たけし君も良い親友持ったもんだ。麗しき男の友情に免じて言ってやるか。あきちゃんはどうする？夕食の準備もあるし、私もそろそろ帰んなくちゃ。本当かな。ねえ、収穫ってどんな情報？教えて。神岡君としては人魚とか巨人とかモモンガとかで記事になると思っているんだ。そんなところだと思ってたな。でも本格的な取材は初めてなのは当然よ。最初は誰でもそんなものだわ。調べたいことがあって、同窓会の会報を読んでいたら、かなり前だけど学園の七不思議について書かれたコラムを見つけたの。神岡くんの記事の参考になるかもしれないと思って付箋をつけておいたから、よかったら目を通してみて。僕のことじゃなくて、僕の記事のことをに訂正しておいてね。
めんなさい、ごめんなさい。私も気分が良くなったので戻ります。本日の話題を独占したナイトとプリンセスのツーショットか。お邪魔かな。用がなきゃ来ないよ。でもちょうどよかった。神岡君ちょっといいかい。君、弓倉君とはどういう関係？おいおい、考えすぎだよ。私の言い方も悪かったな。君、彼女のことについて何か知っていないかな？何か悩み事を持っているとか、そこら辺の事情を知りたいんだが。この手の話はだな、まず周りから情報を集めていくものだ。そうか、ならいいや。私の質問は忘れてくれ。いつか言わなかったかな、プライバシー。それも女のプライバシーは詮索するもんじゃないってな。人間の脳のどこに電極をぶち込んで電流を流せば、いかに効率的に記憶を消すことができるか常々考えているんだけどな。よろしい、じゃあまた明日な。私もう少しノートをまとめていくから。うん、ありがとう神岡くん。Thank you.
そうだよ。帰ろうとしたらアキちゃんと一緒になったんだ。進むくんは？何か新しいネタ話は見つかった？不思議の取材苦戦しているんだよね。取材を強化しないといけないわね。休み時間や放課後だけじゃなく、1日くらいかけて徹底的にやる必要があるんじゃない？ねえ進くん、あきちゃん、明日の日曜日空いてない？